米大リーグエンゼルスマイナスレンジャーズ9月6日日本時間7日アナハイムエンゼルスタジアムエンゼルスの大谷翔平投手がレンジャーズ戦に2番 DH で先発出場2打席凡退後に迎えた6回の第3打席は見逃し三振に倒れた前日の試合に続いての際どいジャッジによる三振を受けて 球場内は、大ブーイング。日本のファンからも、縦も横も外れとるな、フレーミングに騙されすぎと不満の声が上がっている。第1打席は、左フライ。第2打席は、空振り三振と。前日から6打数ノーヒットが続く、大谷翔平。レンジャーズに2点をリードされ。日思者なしで迎えた6回の、 第3打席の前には、そんな大谷翔平を鼓舞するような歓声が本拠地エンゼルスタジアムに沸き起こった。2球目の低めのボール気味の球をストライクとコールされるも、大谷翔平はじっくりとボールを見極めてフルカウントへ。勝負の6球目、レンジャーズの先発アレクシが投じたボールは、 外角低めのボールゾーンに外れる。一塁へ歩き出そうとした大谷翔平だったが、球審は腕を上げて見逃し三振の判定。大谷翔平は悔しそうに天を仰ぎ、それはないよと言わんばかりに右手を振った。キャッチャーのフレーミングの巧みさはあったものの、 縦横どちらもストライクゾーンを外れているようにも見える一球だっただけに、エンゼルスタジアムの観客からは球審に対してのものと思われるブーイングが鳴り響いた。また、日本のファンからも、これは厳しい、どう見てもボール、そりゃないだろ、縦も横も外れとるな、フレーミングに騙されすぎといったコメントが殺到。 前日の試合でも際どいストライク判定による見逃し三振があっただけに、日米を問わずファンのフラストレーションが溜まっていることが伺えた。なお8回に迎えた第4打席では、元 DNA のパットンと対戦した大谷翔平。94マイルの速球に差し込まれてーフライに倒れた。大谷翔平。 またもボールゾーンのストライク判定が、連発中継局も辛辣。あれは、ボールです。本拠地ファンは、大ブーイング6日、日本時間7日、MLB エンゼルス、レンジャーズ、アナハイムエンゼルスの大谷翔平選手、27、は、2番 DH でスタメン出場。第3打席までサヒトに三振で通いがない。試合は8回表の終了時点で、 エンゼルスが0から3とリードされている。ファンにとってはアンガーマネジメントを学びたくなるような。おなじみの光景だ。6回の第3打席。2球目の低めチェンジアップはストライク判定。中継局 BSS との詳細な旧分割グラフィックではストライクゾーンにかすっているかどうかの微妙なコースで。 本拠地ファンからはブーイングが沸き起こった。そして、フルカウントからの6球目は、外角低め、ボールゾーンの92マイル、148キロ直球。自信を持って、見送り。一塁に歩きかけた、大谷翔平は、ストライク判定に思わず、右手を上げて、横に振り。点を仰ぐ。 万丈のブーイングは最高潮となった。中継局 BSUS とのグビザ解説者は、またもベースを外れています。大リーグで、大谷翔平ほど多くのボール9を、ストライク判定されて三振している打者は言いません。あれは、ボールですと語気を強め。ベース,スポーツサイト。 ジアスレチックのウィーバー記者も旧分割グラフィックを紹介し、最後の玉は、うー、なんというかボーダーラインだったとツイートした。実際、今季の大谷翔平は、投打で受難の判定が目立つ。5月20、21日や7月20日、 直近では8月30日のヤンキース戦でも、打席で同じような光景があり、投手でも6月11日に連続でボークを宣告され、米メディアからは判定への批判が相次いだ。本塁打王の打席を終わらせた。大谷翔平も不満顔の三振判定に現地メディアも苛立ち。場内は、 ブーイングも、マジかよ、と。大谷翔平が天を仰ぐのも無理はない判定だった。ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、現地時間9月6日。本拠地で行われている、テキサスレンジャーズ戦に、2番 DH で、先発出場。今季44号への期待が高まっているか。6回を、終えて3打数ノーヒット。 二三振とか4が響いていない。しかし、三打席目はかなり不運でもあっただろう。相手右腕、アージアレクシーの前になかなかヒットが出ないエンジェルス打線。五回まで一安打に抑えられ、六回も二者連続三振という状況で大谷翔平に打席が回ってきた。ボール球を見極めて、 カウント3、1とし。狙いすました5球目は、チェンジアップに空振りでフルカウント。大事な1球は、外角低めに逃げていき。大谷翔平も確信した様子で、フォアボールをもぎ取った、はずだった。しかし、球審ブライアン・ゴーマンの判定は、ストライク。大谷翔平も、いやいや、 といった様子で、ダグアウトに戻っていった。メジャーのテレビ中継は、ストライクゾーンが常時表示されており、大谷翔平が見極めたボールは、文字通りの、ボール。これを見た地元メディアのグレッグ・ベッカム記者は、投球チャートの画像を載せながら、6球目がストライクと、コールされて、本塁打王の打席を終わらせたと憤慨し、 本拠地でもブーイングが鳴り響いていた。というのも、ここに来て、大谷翔平が独走していた、本類だオーレースは、サルバドール・ペレス、カンザス・シティ・ロイヤルズが41号で2本差。6日の、試合で、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア。トロント・ブルージェイズが40号に到達して3本差まで、急接近。 タイトル争いが佳境を迎える中で一打席一、打席が大事になってきており、こうした誤神に対して苛立つ気持ちも納得だろう。つい先日、8月30日のニューヨークヤンキース戦でも大谷翔平は被害にあっており、外角ゾーンでの誤神率が相当に高いというデータもある。 果たして残り少ないチャンスで。大谷翔平はリベンジできるか注目したい。次のオーディオビデオでお会いしましょう。